今回は2022年夏アニメのプチ炎上事件7選を解説するぜ。夏のちょっとした軽い炎上事件集ってことね。最初はリコリスリコイル炎上事件だぜ。リコリコが炎上してたの？魚。リコリスリコイルは少女たちが銃でテロリストと戦うバトルもので、夏では一番の人気になった作品だ。すごい流行ったよねー、チンアナゴー。BD 初週売上 2.1 万枚の今年度最高記録を達成し、名実ともに派遣アニメになったぜ。派遣って本来は2ちゃんの売りすれ用語で、円盤が一番売れたアニメという意味だったよね。リコリコは真の派遣アニメだ。リコリスリコイルは OP も好評だ。クラリスの歌声が映像によくマッチしてるぜ。千里と滝名がかっこいいよね。ところがこの OP で問題点を指摘されてしまったんだ。それが一つ目のプチ炎上事件だぜ。マジで？ OP の終わりの方で千里が滝名のお尻を蹴って、滝名が仕返しするシーンがある。あーここ、面白いよね。二人の性格がよく現れている名シーン。しかしこれが、パクリだと言われたんだ。え？なんの？1986年のアメリカの青春映画、スタンドバイミーのワンシーンにそっくりだと言われてしまったんだぜ。あ、これは似てる。リスペクトしてオマージュしたってことで。以前ゾンビランドサガの最初の桜が惹かれるシーンが、邦画、下妻物語と同じと言われたけど、それを思い出すぜ。そんなことあったんだ、ドヤンスドヤンス？まあアニメが実写映画を参考にしていることってすごく多いようだし、それほど問題にはならないだろう、と思う。だといいねー。次は11話。アイキャッチで千里と滝名が彼岸花をタバコのように吸っている。大人っぽい雰囲気だね。ところが彼岸花は毒があるのでこの行為は健康上危険、という指摘が、ハフポストの記事になってしまったんだ。よえー、1万2000リツイートもされてるー。そして9月30日、公式は各配信プラットフォームの11話のアイキャッチを差し替えると発表したぜ。配信サイトを変えていくんだ、大変だねー。というわけで今の11話のアイキャッチは、これに差し替わってるぜ。今度は千里が滝名の髪の匂いを吸ってる。そして最後のプチ炎上だが、まだあるの？放送が終わった後、クスノキを演じる声優の総見陽子さんのツイートが話題になったんだぜ。あのトイレが長いクスノキさんの中の人が？総見さんは最終回の収録時、終わらせ方って難しいですね、と言っていた人がいたことを暴露したんだぜ。それじゃまるでリコリスリコイルの終わり方があれみたいじゃないか。話題作なので色々言われたけど、終盤は真島やミカなど男たちが目立ちすぎてたとか、最後はハワイに行って終わりというのが、微妙だったかもしれないな。千里が途中でフランス語話してたから、フランスの方が良かったのかな。まあ3つとも普通のアニメなら話題にもならないけど、人気作だったから目立ったということで。そうだね、心臓が逃げる。次はてっぺんつには放送中止事件だぜ。なんで中止？てかびっくりマークの数多すぎ。てっぺんつはお笑い芸人を目指す女子3人組のギャグアニメなのだが、前やってた前説のトリオ版だね。7月8日、街頭演説中の安倍晋三元総理が、銃撃され亡くなるという事件が発生した。これは、悲惨な事件だったね。するとてっぺんつの公式が、初版の事情により翌日の2話の放送を中止すると発表したんだ。え？なんで？ 8 月22日になってこの2話の放送が発表された。今は配信サイトでも見ることができるぜ。お蔵入りにはならなかったんだ。そしてその内容は、あ、こらあかん。大統領来日の日、主人公たちが寮の近くでこの絵馬を発見し、犯行を計画している仲間を探し出そうとする話だ。まあもちろん勘違いだった、ってオチなんだけどね。どう勘違いだったのか興味があれば見てくれ。そのくらいなら問題なかったのでは。ああ、これより10日放送のエンゲージキス2話の、視聴アンサーの話の方がずっとヤバかったと思う。てっぺんの方は全く実行されないけど、エンキスの方は実行されたのを阻止して未遂まで行くしね。まあ、アニメ会社にもそれぞれ考え方の違いがあるんだろうけど。次は相田理香子さん雨女事件だぜ。は？理香子がどうしたの？わけわからんのだが。ラブライブサンシャインの桜内理子を演じている相田さんは、以前から雨女とよくネタにされてきたのだが。そうなんだ。数年前はこのような自虐ツイートをしていた。自分でも自覚していたんだねー。そして8月13日の静岡県沼津市のイベントで、台風8号が来るのは相田さんのせいとネタにするツイートが多く見られた。さすがに失礼かも。すると前日の12日の深夜、相田さんがインスタに、私のせいとかそんなこと言ってる人たち全然面白くない。台風をネタにするのはやめようと投稿したんだ。うひゃー、まあごもっともですね。なんとこの騒動は日刊スポーツの記事にまでなったんだぜ。そこまで大きな騒動になるとは。ただ雨女だけでなく台風についても、相田さん自身がネタにしてたのが発端では、という指摘もあったぜ。あらら、身から出たサビか、かなり前のツイートだけど、相田さんは歯に衣着せないツイートをよくするんだけど、今後は変わってゆくかもしれないな。
こういうことがあると、面白いこと言ってくれなくなっちゃうよね。次はクスノキトモリさんライブ事件だぜ。トモリルが、ってなんか、リキャコもそうだけどこのチャンネルの常連になってる。チェーンソーマンの巻魔役に決まるなどの人気声優のクスノキさんだが、で、このキャスティングも一部で合ってないとか言われて微妙に炎上してたけど、それは触れない。いやすでに触れとるやろ。クスノキさんは初のツアーライブを7月31日から開始し、大盛況のうちに進んでいった。よかったねー。ところがライブの男性の参加者から、客席で前の方に女性客ばかり集めているという不満の声が上がったんだ。そんなことって本当にあるの？実はかつて同じラブライブ声優の南條佳乃さんでも、男女の席の位置について似た炎上事件があったんだぜ。歴史は繰り返す、なのか？クスノキさんも南條さんもラブライブで足を痛めたという共通点もあるし、本当に奇妙な一致だと思うぜ。ラブライブ、呪われたコンテンツなのか？次はサマータイム連打コスプレ炎上事件だぜ。サマータイム連打って炎上してたの？今年の春夏放送のサマータイム連打はループものの傑作で、放送中クールでダントツの最高傑作だと私は思っているぜ。ディズニープラス独占じゃなければねー。で、どう炎上したの？炎上したのは日本でなく中国なんだ。中国あるか？サマータイム連打は海外では大人気で、中国のビリビリ動画ではこの通り一番人気を誇っているぜ。スパイボクテリコリコに勝ってるとかすげー。日本では食う、あまり話題にならなかったけど。世界でサマレンを見てないのは日本人だけ、俯瞰しろ、と言いたいぜ。だからディズニープラスが、炎上したのはこの人で、メインヒロインの小舟牛尾のコスプレをしていた。CNN のニュースになってるとかワールドワイド。8月14日にこの人が中国の SNS にこの写真を投稿したところ、9000万視聴と大バズりした。あっちはバズりの桁が違うよね。てか警察に尋問されちゃったの？そう、この人がこのコスプレをしていると警官に囲まれて、なぜ中国人なのに日本の和服を着てると尋問されたそうだ。うわ、それが事実なら中国に行きたくないと思っちゃうね。その後この人は警官に連行されて5時間の取り調べを受け、写真と和服は押収されたそうだ。それが事実ならひどすぎる話だね。そしてこのことをネットに投稿しないように言われたそうだぜ。でも投稿したんだ、勇気ある人だね。無事だといいけど。この投稿について警官と同じように、なぜ和服を着るのか、日本がした過去を考えろというコメントもあったそうだ。ふーん。ただし中国人の感情は傷つけられてない、これは文化的魔女狩りだと、この人を支持する意見も、たくさんあったそうだぜ。どっち側の意見が多いんだろうね。ただ私は思ったのだが、アニメでは牛尾はいつもスクール水着を着てるんだよね。いや、スク水で街に出ることはできんやろ。アニメの最終回で牛尾はこの着物を着るんだけど、この人はそこが放送される前に原作のシーンを再現したんだろうな。すごい熱心なファンだね。それなのにひどい目にあって本当に気の毒だ。次は異世界おじさん延期事件だぜ。あーこれ来ちゃったか。異世界おじさんは大学生の主人公が異世界から帰ってきたおじの体験談をひたすら聞くという、変わったスタイルのギャグアニメだ。そうやって説明されるとなんか微妙っぽいけど、実際に見てみると意外に面白いよね。おじさんがセガファンでセガネタがたくさん散りばめられてるのが特徴だぜ。メガドラの特定のゲームに偏りすぎにも感じたけど。ちゃんとセガが協力してるんだよね。私は元ネタが全然わからないけどなんかノリで笑えた。ニコニコ動画ではランキング1位だったし、夏アニメではリコリスリコイルと人気を二分していたと言えるだろうな。そうだね。ところが7月27日、公式から第5話の2週間延期が発表されてしまう。晩作尽きたー。しかも9月以降のスケジュールにつきましては、改めてお知らせしますと不吉なことが書かれていた。あ、この時点ですでに。そして8月28日、5話の絵コンテ演出を担当したスタッフが、10話も担当する予定だったものの、作画スタッフがゼロなのでやらないことになった、とツイートしたんだぜ。作画スタッフがゼロって、制作はどういう会社なの？制作会社のアトリエポンダルクはこんなところだぜ。まだできたばかりの会社のようだ。はぁ、社員が4人しかいないの？そう、だから進行が1人だけで外注に回すことすらできないらしい。音信不通が多く連絡もしてくれないそうだぜ。はぁ、つうかむしろ、そんな会社でよくあの高いクオリティで作れたなと思う。それはきっと日暮らし下蹴りゼロのメインアニメーターの坂井久太さんが、作監で何度も入ってたからだろうな。へぇ、よくそんなすごい人が受けてくれたねー。うむ、坂井さんがキャラで座奏作監ではなく、作監で入ってたのは驚いたぜ。というわけで8話まで放送したけど、10月からまた1話から放送して、9話以降は11月ということになったぜ。異世界おじさんは秋アニメに転生したのだ。なお原因はコナと言ってるけど、確かに社員ポストも同じ理由で2週間延期したものの、それ以外のアニメは普通に放送してるしな。まあコナも無関係じゃないんだろうけど、
最後はアニメと直接関係ないんだけど、ガンツ作者事件だぜ。ガンツって言うと、デスゲームものだっけ？そうだぜ、謎の宇宙人と戦わされるデスゲームもので、原作の漫画は2000年から連載開始していた。へぇ、デスゲームものの草分けだねー。その作者の奥ひろやさんが9月18日、今やってる仮面ライダーはガンツの著作権切れてると思ってるのかなと発言したんだ。え、それってどういう？先生が気にするくらい似てるんですかと聞かれて、ゲーム設定やキャラ配置まで、割とまんまと答えているぜ。奥さんが言ってるのは放送中の仮面ライダーギーツのことで、確かにデスゲームものであるのは事実だぜ。でもガンツより後のデスゲームものってたくさんあるよね。それにガンツの元ネタは、頑張れロボコンのガンツ先生って自分で言ってるんだよね。あらら、あと奥さんはクリエイターが書いたものに対してあれに似てますねと直接言わないように、と発言しているぜ。直接は言ってない、ってことだろうけど、仮面ライダーのスタッフも知ったんじゃないかな。私はガンツは藤子 F 不二雄先生の1975年の SF 短編、一人ぼっちの宇宙戦争に似てると思うんだけどね。この作品は主人公が宇宙人に人類の命運をかけた戦いをさせられるんだけど、ガンツはかなり似てると思う。ガンツは戦いをさせるのが厳密には宇宙人じゃないけど、人類が宇宙人の慰み者になる描写は似てるんじゃないかな。まあ、似てると言い出したらキリがないってことだね。以上、2022年夏アニメのプチ炎上事件7選を解説したぜ。放送延期声優ネタ作者発言と、定番ネタが揃ってたって感じだね。そうだな、ネタ2個と書かないのはそれだけアニメが熱い、ってことだな。無理に綺麗に締めないでも。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価をお願いします。プチ動画だけどよろしく。それではまた次の動画で。